残念だったな、シンジとレーナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、ああ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、新明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。新明に会えば早く手に入るかもな。新明はいるか？ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私新明って言います。指名してくれてありがとう。ああ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？新明、いきなりですまないが。はい、何でしょう？桃源郷の会員証持ってないか？あなた、なんでそれを？ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い、受けてくれたらお渡しします。なんだ？私本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか？はい、父が日本で作った愛人の子です。訳あって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟？桐生さん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人、偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか？はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。桐生さん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。
私の代わりに人弁師にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう。俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当私嬉しい。でそいつはどこにいるんだ。七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。彩香はいるか。いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが、人弁師ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら？邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか。ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁師って野郎はどこにいる？彩香ちゃん、早く。はい。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て、こいつどこかで見たと思ったら桐生じゃねえのか。何？桐生だと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか。ぶっ殺すぞ。助かったわ。あなた人弁師に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。新名に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。わかったわ。ママ、お願いしていいよね？まさか。
その通りよ。さっきのお店で待ってます。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。桐生さん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。桐生さん。ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ？譲った相手ってのは。水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。ん？神明？なんであなたが神明を？ちょっと訳があってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。何かお困りのように見えますので。わかりました、30万円でお譲りしましょう。私と神明の出会いのき、あ、今度また神気にしないでください。では。おい。お。
ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、はるか、行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。いらっしゃいませ、あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか。キリュウ、あなたが。ああ、それじゃあしんちゃんはもう。そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ。近江連合の寺田さん。近江連合、そいつは本当にしんじの知り合いなのか。うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は。芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状、そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何。いい音聞かせろや。よお、キルちゃん、探したで。マジマの兄さん、あんた、まだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。うん、嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで。ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで
邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。ついね、お前が。あの女がアケミか、辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、桐生、芝浦に。ああ。